コレース・ニュートン・アレンは、朝鮮で活動したアメリカ合衆国出身のプロテスタント宣教師、医師、外交官。朝鮮名として、アンレンを名乗った。1858年、1881年、地元のオハイオウェイスリアン大学で、理学士号を取得後、シンシナティのマイアミ医科大学で医学を治め、1883年に卒業した。アレンは、希望により、 長老派協会の海外選挙委員会から中国への選挙士に任命された。四世代学校内に復元されたヒロイン一年後、アレンは中朝米国領事館付き1884年9月20日、アレンは家族と共に朝鮮に到着するが、間もなく後進政変に巻き込まれることになる。政変の中で国王高層側近の便営意欲が刺されて負傷する。 事件が発生すると、ドイツ公使メレンドルーフはアレンに、微無意欲の治療を要請した。アレンの施した近代医療により微無意欲は3ヶ月で回復し、このことでアレンは、高層の信任を得ることになった。アレンは、近代西洋医学が、朝鮮の人々の利益になることを解き、王からの資金と支援を受けて、ハンスンに、ヒロインを設置した。この病院は、 朝鮮初の近代医療機関であり、現在の四世代学校付属病院の前身となっている。アレンの活動は、キリスト教に対する排斥政策をとってきた朝鮮王朝が、宣教師の入国を許可し、伝道や学校、病院の建設といった活動を許可する方向へと政策を転換させる契機となった。朝鮮における国王、政府との親密な関係から、アレンは、 外交官としても活動することになった。1887年、朝鮮王朝が送り出した最初の県米施設に随行して、アレンはワシントンまで赴いている。1890年には、中朝、アメリカ公使館の初期館となり、1897年には、中韓アメリカ公使、総領事となった。朝鮮初の電力会社や鉄道会社の設立が、 米国資本の導入によって行われたのはアレンの存在が大きい。日露戦争中、アレンはアメリカ政府の不介入政策を積極的に批判した。1903年に一時帰国した際には、韓国を日本から救うべきとセオドアルーズベルト大統領に進言した。しかし、日本の対韓政策を支持する大統領に叱責され、以降は新幹的な姿勢をあまり取らなくなった。 米国は1905年3月頃に講師をエドウィン・ブイ・モーガンに交代することを決め、アレンは同年6月9日に韓国を去った。アレンが去った後、同年7月に日米でカツラ・タフト協定が締結されることとなる。1932年、アレンはオハイオ州トレドで没した。ありがとうございます。